ランブルベンモウムシは、リプロモナスモク、ヘキサミタカに属する単細胞で寄生性のベンモウムシである。ヤツヒゲハラムシとも、ジアルジアジアルジアの一種である。人など哺乳類の消化管に寄生して、ジアルジア症を引き起こす。ランブルベンモウムシのシストを強焦点顕微鏡で観察した像。すべて同じ視野で、バーは10マイクロメートル。A、微分干渉法による。 名詞や像。B、トリック傾向標識した抗体で、シスト壁のみを可視化した像。C、カーバーキシーフルオレセインダイアセテイトによる、性細胞染色像。D、B と C の重ね合わせ。E、A、B、C の重ね合わせ。栄養型は、全部が丸く後部が細長い左右対称の、洋なし型で、体長12、15マイクロメートル。 幅59マイクロメートルほどである。全部に各固定のない核が2つあるが、専門中と違って2つの核がほとんど同じ形態をしており、同量の DNA を含み、共に転写が起きている。2つの核の間の産毛からだから4対8本の弁毛が出ている。この弁毛はしばらく細胞室内を通ってから各所で細胞外に出る。腹側前半は9着円盤になっていて、 ここで、小腸上部の粘膜ブラシ円に吸着している。吸着円盤の後方に、中央固定という微小管の束があるが、機能はまだよくわかっていない。光学顕微鏡の下では、全体として、同家の顔のように見える。ミトコンドリアはなく、代わりに騒動と考えられるマイトソームという細胞内小器官が存在する。かつては、小胞体がないと考えられていたこともあるが、 微細構造と遺伝子の両面から確実な小胞体が存在している。ゴルジ体も普段は曖昧だが、シスト化する過程ではっきりと観察される。シストは計8マイクロメートル程度の楕円型で四角を持ち、極視構造が特徴的である。生活観覧ブルベンモウムシは人の病原体であると同時に、牛、ビーバー、鹿、犬、羊などに寄生し、 特に猫の寄生虫としても有名である。寄生部位は人の場合、十二指腸から空腸上部であるが、胆の上を呼ぶこともある。ランブルベンモウムシの生活感は感染宿主の糞便とともに排出されるシストに始まる。宿主がシストを摂取すると胃を通過した後に栄養型が出てきて接触、運動を始める。栄養型は陰作用により栄養を吸収し、 縦に分裂により無症増殖を行う。優性生,生殖は知られていない。栄養体は消化管内の粘膜を消化するため、宿主が水落ちに痛みを感じたり、ガスが多くなったり、脂肪や粘液を含むが血液は含まない下痢を起こしたりする。何がきっかけでシスト化するのかは、はっきりしておらず、単汁の成分やコレステロール飢餓など、複数の説がある。ともかく、 核分裂の後、細胞分裂をせずに、シスト化が始まるため、シストには四つの核がある。生じたシストは、糞便んと共に消化管を通過し、成熟した状態で排出される。成熟シストは感染力が強く、10、25個程度を傾向摂取しただけで感染する。ランブルベンモウムシのゲノムは、半数体あたりおよそ 12MBP で、5本の線状の染色体からなり、 その末端にはテロメアがついている。それぞれの核は2倍体で、従って栄養型の細胞は実質的には4倍体になっている。染色体の末端には組み換え頻度の高い領域があり、そのため染色体の大きさは安定していないと考えられている。優生生殖が知られていないのにもかかわらず、ヘテロ接合度は極めて低いことがわかっている。 ランブルベンモーム氏の遺伝子にはイントロンが少ないことと、メッセンジャー RNA 和語端がキャップされておらずも、ユトアが非常に短いことという特徴がある。ランブルベンモーム氏は、人などのジアルジア症の病原体である。ジアルジア症は、ひどい下痢と腹部の痙攣を特徴とする胃腸炎である。世界中に分布する、ありふれた病気だが、特に熱帯。 アネッイ地域に多く感染率は1から2割に達する。歴史的経緯により混乱していたが、分子系統解析によりアサンブラージュ AH の8つの遺伝子型が認められ、それぞれに縮主特異性が存在していることが示された。またそれぞれの遺伝子型を種と認めた場合の学名も整理されている。これらは次のような系統関係にある。ランブルベンモーム氏の学名には、 歴史的経緯から混乱がある。以下に挙げるのはいずれもシノニムであるが、命名法上の理由により正当な学名とは認められない。ランブルベンモーム氏の発見は、1681年、レーウェンフックが自分の下痢の中に栄養体を観察したことに遡る。イギリスの微生物学者、ブライアン・ジェイ・フォードは、レーウェンフックが用いたような単眼式の顕微鏡を用いた。 再現実験により原始的な顕微鏡でも鮮明にランブルベンモウムシを見ることができることを示している。ありがとうございます。